スはそこに格納されているサヘラントロプスをアフガンへ投入する。核を使う可能性もある。ボス、スカルフェイスには聞きたいことが山ほどある。奴と接触したらまず情報を聞き出せ。民族浄化中、サヘラントロプス、奴の計画を暴け。Please select a deployment point. Marker placed. この一帯のソ連兵は全滅した。XOF がロシア語株を撒いたらしい。奴らは事前に化学兵器漏出の情報を流し、現地を隔絶させていた。感染が拡大することはないだろう。それにしても、今まで強制していたソ連軍を始末にかかるとは。スカルフェイスもこれで終わりにするつもりだ。Please select a deployment point.Marker removed. Clouds approaching. Buddy has infiltrated and the map has been updated.紛れ込んでいた。脱走を図ったつもりかわからんが、対処は後で考える。スネーク、聞こえる？ OKB-0 もサヘラントロプスも一番詳しいのは僕だ。考えを改めたよ。君の役に立ちたいんだ。あいつのためじゃなく、僕に罪を償わせてくれ。証明するよ、僕も君の仲間だってことを。モス、
俺はマザーベースからのバックアップに徹する。指揮系統に支障はない。今まで通り指示はミラーを通してくれ。スカルフェイスは OKB-0 にいる。まずは奴に接触するんだ。現地研究施設はサイファーの実動部隊 XOF に占拠されている。連中の戦力を示す確かな解析情報はない。現地での判断力が試されるだろう。ついにここまで来た。スカルフェイスに接触し奴の全てを奪え。Sun will rise momentarily.
Analysis complete. Analysis complete. Analysis complete. スカルフェイスも巨人も姿なしだ。まさかもう。あ、いや、なんでもない。
Marker removed. Marker placed. Marker removed. Weather will clear shortly. Updated.
喋るな。The map has been updated.Arrived at the mother base. よし、第二ゲートを突破。ゲートはあと一つ。その先は敵の本拠だ。おかしいな。まさかここにはもう。
カルフェイスに接触するんだ。セス北端のサイロを目指せ。よし、第二ゲートを突破。ゲートはあと一つ。その先は敵の本拠だ。おかしいな。まさかここにはもう。ボス、セオ、敵の戦闘ヘリだ。伏せていれば敵をやり過ごすことができるはずだ。スカルフェイスに接触するんだ。セス北端のサイロを目指せ。
よし、第二ゲートを突破。ゲートはあと一つ。その先は敵の本拠だ。おかしいな。まさかここにはもう。スカルフェイスに接触するんだ。施設北端の左右を目指す。よし、第2ゲートを突破。ゲートはあと一つ。その先は敵の本拠だ。おかしいな。まさかここにはもう。
スがここを占拠している。スカルフェイスは近いぞ。お前もなくしたな。そしてなくしたものの痛みにうなされる。その痛みを憎しみで緩和しようとする。しかしその痛みは消えない。それなのに死とは鬼に落ちて消える。どうだ、見にくいか。お前も鬼だな。もはや人間には戻れない。お前も私も逃げも隠れもできはしない。ニードル、私の鬼を見せてやる。ついてこい、ビッグボス。それはサイファーが導き出した一つの会に過ぎない。私の意思とは違う。ラングレーの時から君を知っている。私は昔から君の裏側にいた。1964年ソ連領内、フォックスの初仕事の時、君が失敗したら私が脱ぐことになっていた。だが君は仕事を立派に成し遂げた。それで君が持ち帰った情報はちょっとした金になった。あれで私たちの未来は決められてしまったようだ。
少佐は私にある考えを話した。ワシントンは金の使い方を知らない。だからあの金は帳簿を分けたいと。少佐はそれを使ってアメリカの裏側に支えのような組織を作りたいと。サイファーだ。君も知る通りな。あれは彼にとって友人の弔い。いや、報復だった。世界へのとりわけアメリカに対して。世界を一つにする。少佐はそれが友人の意志だと。だが少佐は彼女の望みなど分かってない。彼が歩くより、いや生まれるよりも前から彼の母語は英語だからだ。言葉をなくす痛みをまだ知らないのだ。まだな。少佐に彼女の意志は分からない。私とは違う。私は小さな村で生まれた。幼い頃外国の兵隊たちが私の村を奪った。大人から引き離され彼らの言葉を植え込まれた。戦争が変わるごとに支配者は変わり、その度に違う言葉を喋らされた。言葉とは奇妙だ。言葉が変わると私も変わった。性格、物の考え、善と悪。戦争にこの外見を変えられたよりも深く。言葉は人を殺す。私は言葉に支配され、言葉は私の中に寄生した。ある思想家は言った。人は国に住むのではない、国語に住む。国語こそが我々の祖国。私の祖国、私の真実は奪われたのだ。私に過去はなくなった。あるのは未来だけだった。幸福という未来、人の言葉に寄生する者たちへの幸福だ。その方法は少佐に学んだ。そして私は分かった。彼こそが報復すべき相手だったのだ。彼が人々を支配するために選んだコードこそが、言葉のコード、空間を行き交う情報のコード、時間に連なる遺伝子のコード。それらを制御してサイファーは、ゼロは世界を一つにしようとしているのだ。コードは人々の頭に入り込み、内側から吸い尽くし、次のホストへ伝染する。世界に寄生しているのはそう、
ゼロの方なのだ。彼は人々をさらに蝕んでいく。私がこの世界に生まれた自由を殺し、私の歩んできた道を殺し、私の進むべき道を殺す。私たちはその時代に殺されたまま生かされる。そして世界はゼロになる。サイファーのコードが世界を支配しようとしている。支配できると？それらコードの元となる母語こそが英語なのだ。言葉は肉となった。私の最後の虫だ。英語を教えてやる。生態中の英語株だ。これで私は英語を殺す。私は世界に救う英語を駆除する。全ての民族は息吹を取り戻し、現在過去未来を勝ち取るだろう。これは民族浄化中などではない。民族を解き放つ民族解放中なのだ。世界はありのままでいい。英語という共通言語を失えば世界は分裂するだろう。そして世界は自由になる。だが人々は苦しむはずだ。現実、世界には新しい言葉が必要となる。それがメタルギアだ。拡散した核が国と国を隔たりなくイコールで結ぶ。平等にな。他には何も言葉はいらない。あらゆる勢力は互いを認め合うしかなくなる。人々は自らの痛みを飲み込んで、失われた手を互いにつなぐのだ。世界は一つになる。そのための戦争は平和である。世界がサヘラントロプスを知るとき、終末時計の針はゼロを踏み越えて動き出すのだ。サヘラントロプスがその偉大なる第一歩をこの大地に踏み打つ。それは言葉を蹂躙された全ての民族の独立を知らせる鐘なのだ。
ここだ。私たちだけじゃない。ここにももう一人鬼がいる。お前への報復心だけがあの男を動かす。時代は常に人の報復心で動かされているのだ。お前が私に生かされているようにな。あの男もお前のために生きている。見せてくれ。動かしている。これほどの報復信号。